こんばんは。自分で言ってて、あ、そういえば俺も今日は市議会議員からそうやって思われてるのかなと思って今ドキッと。今日は5割の自分での言葉が耳に入ってドキッとしたけど、そんなことないよな。5月23日、日曜日、もう日付超えて、5月24日月曜日の1時35分ですよ。明日から、地獄の仕事が始まります。もう信じられる者は誰もいません。ただ忙しい。で、やった仕事はがない。経験がない。製造家はそれぞれポジションを分かれているので、私は私の仕事、3階は3階の仕事、4階は4階の仕事、それをやります。製造課長はのんきしております。部長もね休みますからね。で、1階はむちゃくちゃです。作りに行かなきゃ、はい、作りに行こうかなって話だったと、ちょっと近々本当に作らなきゃいけない。早くこんな感じで作れねえかなって思ってますよ。作れたら泣く、あの僕だけじゃないよ、泣くんでしょうけどね、私自身が。でも今の気持ちはこんな早く会社一日でも早く潰れてください。人間関係ボロボロです。はい。潰れろ、バカ。自分は、あとね、いらない政治家を排除する。いらない政治家を